まずさえぐいな。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。ちょもラーティです。サナちゃん揉むな揉むな。OK。 サナちゃんね、あの、ニセパイなんですよ。違う違う。冒頭にちょっと女体の話しましたけど、うんうん、僕足打ちなんですね。お、初耳ですね。それしゃがんだ時のここのもこっとしたお肉とか太ももあの、あるものを見つけてきました。また見つけてきた。何見つけてきたん。こんま次から次へといつもろくでもないもんばっかり持ってきてや。じゃあ早速ご紹介したいと思います、はい。ひょー、罰ゲーム靴下じゃー、えい、絶対やる。罰ゲーム茶シリーズがあるんだね。あ、靴下茶、ツーンとすっぺーって書いてありますけど、下下にはですね、お父さんの一日履いた靴下の強烈に酸っぱい匂いを一気飲みって書いてありますけど、足フェチの俺が言うのもなんだけど、これは危険すぎる。てか男性やしね。そうフェチとかじゃねえよ。お父さんなの。幼い頃お父さんのさ、うん、あの足とかやっぱ臭かったですか。あんま覚えてないけど、うん、多分臭かったと思う。まあ、俺もそんな父親がいなかったから、うん、なんだろうこの回。我々片親なんで。まあ片親の2人がですね、あの父親のぬくもりを探しに行こうという、ノスタルジックなね、今日の企画なんで。おかん泣くど。お茶なん。お茶です。お茶なん。一応お茶です。あ、そう。はい。おとんの靴下そのまま煮出してお湯を注ぎよくかき混ぜてからお飲みください。これだけです。まんまかい。まんまかい。え、粉粉なのかな。ちょっと開けてみましょうか、じゃあ。あ、粉やな。完全に粉やな。完全に粉や。これ。こんなもん。粉やないか。スーパーって書いてある。え？これ見えるかな。スーパー。スーパー。おい、沸かしてくるわ。すいませんね、よろしくお願いいたします。そうですね、ちょっと行ってきます。はい。沸いたお茶いただきます。すごい、このカップはすごい、ね、いいお茶が入ってそうな感じがする。超真面目なとこ、スプーンにもこの小皿をつけてくるっていう。この酸っぱいを入れていく気持ち。いや、ほんまによ待って、この時点でちょっと。そうやな。あ、お茶の匂い。お茶の匂いする。めっちゃお茶。ただのお茶やん。俺昔お茶屋でバイトしててさ。よー、バイトするね、いろんな。今日、これがめっちゃ美味しかったらさ。うん。そこのお茶屋さんに紹介してまた。ないな。え、めっちゃ煎茶の匂いするよ、うん。うん。ただのお茶の匂いやな。まあこれがお湯を入れるとどうなるかって話やな。怖いわー。怖いわー。ちょっと、いただきます、靴下茶。いきましょうか。まず匂いから言いましょうか。え？まあ、その茶っ葉と、なんか混ざった匂いやわ。これ、リアルな靴下の匂いしない？まだあ、まだ全然臭いには到達してないぐらいの。ね、難しいんですよ。このお茶で、うん、臭いものを表現するのって、カテキンが入ってるから。なるほどね。うん、チョーちゃんからじゃあちょっと言っていただいて。靴下茶。いただきます。何嘘。どうぞ。嘘。え、めっちゃ怖い。いただきます。お茶、お茶、お茶です、普通の。うわ
あのね、匂いより味やな。味の方に寄せてる。涙出てきた俺。これ、あの、これ一気したら危ないやつやで。俺はもうこのまま勘弁しますよ。マジで。まずすぎる。そやな、匂いに惑わされたね。ボーカリストとかに、うん、あの、喉にお茶って言って渡したらすごい飲みそうじゃない？頑張って飲むやろな。ほんまに言うて。俺これ無理かも。いや、俺もう無理だよ。会員しますって言ってたのに、全然やってなかった。いや、これ罰ゲームやで。あの、逆にさ、うん、匂いだけではそんなにわかんないから。いや、そうそうそう。ドッキリとかでさ。あ、そうやな。お茶、ね、お茶として普通に出して、飲んでびっくりみたいな感じ。みたいなのもいけるよ。そう。どっちが先の方が勝負しようか。ああ、いいよ。でも俺ちょっとその熱いのがな、そもそもちょっとハンデやねんなもん。ちょっと水入れて。ああ、増えるやん。ちょっと味はマシになるんかな。ね。やらんやん。もうまずいよ。温度がちょっと下がってさらにちょっとまずい、余計まずい、余計まずなったな。これは今度のイベントで出せないよ。みんな残すの。昭和の昭和のごまかし方。赤。ちょっとじゃあ無理じゃん。無理せず俺もう会員しますんで。めっちゃ体に悪そうやねこれ。でもいい、いや体にはいいと思うねん。クエン酸とデキストリンって知らんけど。なんなのそのデキストリン。ね、いかしていただきます。もうそれ見るとあかんね、もう。じゃあ行ってまいります。すげえ。うわーすげえ。うわー、溜まってろー。あー。お水これ飲み。ちょ、ダメだこれ。あのちょっとね、これからイベントとかで罰ゲームとかさ、あの探してる方とか、まあ、参考にしていただけたらなと。まあ、こういう感じになります。いや、マジでどうでした？マジで久しぶりにジョークグッズです。もうジョークグッズ、もうど真ん中です。ジョークグッズでしかない。うん、まあ盛り上がるとは思うんです。いや、盛り上がるな、盛り上がる盛り上がる。あ、それマーティエムで使ったら盛り上がるわ、確か。全体にこのパッケージ見せた方がいいです。なるほどね。多分これだけだと分かんないから、何の味か。で、これから忘年会、あの、ぜひそちらで靴下ちゃん、いかがでしょうか。今日は、靴下ちゃんの紹介でした。ありがとうございました。二度と名前。右乳だけ揉ませて。右乳だけ揉ませてくれるとタンネチャンネルとはダメだ。サナちゃん見てる、くるぶしです。チョラです。イエーイ。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも。